って欲しくない新しいエプロンも可愛いけどね、また泡で焦げを作るんだろう。前に親父が来た時も僕の好物のからすみを手土産にとくれたのに、わざわざまた似てダメにしてごめんなさいって言いながら、一番笑いこけたのは君。全く君のドジだけは日本一、おいこりゃお前の母親以上だぞって親父が目を細めささやいた。だからさ、怪我だけは気をつけとくれ。ただの食べ過ぎと分かったら安心して君が寝込んじまった。ごめんなさいって言いながら一番青い顔をしてた。全く君のドジだけは日本一、ねえこりゃ私の若い時以上だよってお袋が嬉しそうにささやいた。だからさ、怪我だけは気をつけとくれ。だからさ、だからさ。長官という75年、まだ佐田武蔵がグレープ時代でございます。